はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。タラチョです。今回もですね、路線バスで日本縦断をするルートの紹介の第3弾ですね。東海道線編です。ルート前提など前提条件は概要欄のリンクをクリックしていただいて、第1弾の動画をねご覧ください。第1弾は北海道編、第2弾は東北編でしたが、今回は東京都から兵庫県を目指します。テレビ東京の路線バス旅を見るのが好きな方、旅好きの方、ぜひ最後までご視聴いただけましたら幸いです。ではよろしくお願いいたします。まずは北海道編のおさらいからです。稚内駅を出発して5日で函館に到着し、津軽海峡フェリーで青森県の大間に渡りました。その後東北編は青森県大間から東京駅まで12日で到達しました。今回はその東京駅からスタート、ゴールは JR 東海道線の終点神戸駅です。東北の北から南の移動から変わり、今回は東から西に向かうということになります。東京、名古屋、大阪と日本の大動脈を通っていくわけですが、さてうまく乗りつけるでしょうか。日本縦断なので前回の東北編の続きという形で工程を組んでいます。また今回からは1日ごとの工程の紹介をお話しする形とさせていただきます。東海道線編1日目、日本縦断通算17日目は東北編の続きで東京駅からスタートします。東北編の最後のバスで10時15分午前ですね、東京駅八重洲口に到着した後、東海道線編は10時48分発のバスで東京駅丸の内南口からスタート。進路西に変え、1日目から13本もの路線バスに乗車します。これは日本縦断で1日の最大の数になるかと思います。到着するのは箱根、すぐそこは静岡県というところ、元箱根港まで到達します。東京都と神奈川県の県境は2本目のバス、多摩川大橋と三幸公園前間で多摩川を渡りながら通過します。途中川崎駅、横浜駅、戸塚駅、藤沢駅、茅ヶ崎駅、平塚駅、二宮駅、神津駅、小田原駅と東海道線の主要駅を経由します。まさに東海道線編にふさわしいですね。藤沢駅まではバスのルートは多数ありますので、調べていただいたお好きなルートでも大丈夫です。街道の東海道関係を通ることが多いので、箱根駅伝のルートを体感することもできます。21時前に箱根に到着となりますが、宿さえあれば箱根の温泉に癒されるということができるのではないでしょうか。
2日目は少し遅めのスタート。朝風呂に入ってもスタートできます。1本目のバスに乗るとしばらくして神奈川県と静岡県の県境です。箱根峠と芦ノ湖カントリー入り口の間で通過します。この日も途中三島駅、沼津駅、東田子の浦駅と JR 東海道線の駅を経由します。そして東海道の宿場町吉原宿の付近、吉原中央駅に到着。ここは鉄道駅ではなくバスターミナルの駅になります。その後は JR 東海道線も東海道も国道1号も離れ、迂回を余儀なくされます。富士宮駅を経由して神原病院を目指します。天気が良ければ富士山も見えますし、路線バスでね、富士駅まで行って富士川を渡って神原病院まで 6km ほど歩いていくというのも良いかと思います。いずれにしても当日のこの先の乗り継ぎ便がないため、神原病院で本日は終了となります。さて3日目です。バス乗車2本、移動距離も短く、日本縦断で最小最短となると思います。さらに2本目のゆいバスは月、水、金の運行のみ。それ以外ではバス1本しか乗車しない日となり、路線バスの旅ではないかのようですね。そしてその後はご想像通りの徒歩となります。倉沢漁業事務所から去ったバス停までは 2.8km。 先ほどのバス運休日はさらに 1.9km 伸びて 4.7km です。去ったバス停から先はね、当日の乗り継ぎ便がね結局ないんで、ゆっくり行きましょうね。国道1号が最短ですが、バイパスで交通量が多いので、東海道去った峠を越えるルートで行きましょう。晴れていれば途中富士山が綺麗に見えるスポットもあります。4日目は3日目と打って変わって10本のバスに乗車し、静岡県の西側浜松駅まで到達します。しかも今日は徒歩なしです。ただし1本目のバスは平日1本朝のみの運行、乗れない場合は興津川に架かる橋を渡って 500m 先にある新浦安橋バス停を利用してください。清水駅まで同じく1本で行けます。静岡市街を通り藤枝までは国道1号沿いを走りますが、あとは海沿いに行ったり山に入って行ったり、またしても迂回を余儀なくされます。静岡県内は JR 東海道線や東海道新幹線がまあありますからね、路線バスは駅と駅から離れた地域を結んでいるということになるんだなというふうに思いました。山あいの春の地区はバス乗り継ぎ経路の最後の砦と言えそうですね。この秋葉バスサービスのバスがなければ徒歩なしで掛川から浜松まで行くことはできなくなります。
海道縦断は5日で達成しましたが、東海道線編の5日目はどうなるでしょうか。いきなりですが、浜松を西にまっすぐ進んで、県境を越えることはできません。浜名湖の北側を回るルートとなります。徒歩距離がなるべく短くなるルートをご紹介したいと思います。リゾートホテルのリステル浜名湖から千畑駅まで 6.7km の徒歩がそれでも必要になります。短くないだろうという方はですね、バスが朝の1本しかないですが、横山会館から鷲津駅に向かうバスもあります。これだと 1.7km のとこで進みます。まあ、ただこのバスね、今回はちょっと、時間的に使えないということなので断念しました。しかしその後も JA 白須賀支店から一里山までは徒歩が必要となります。距離は 1.7km、 本日は合わせて 8.4km の徒歩となります。この徒歩の区間で静岡県から愛知県に渡ります。湖西市から豊橋までね、約 20km 歩くというのよりはマシなんですけど、歩いてね、豊橋で一泊する方が先に進めるんで効率はいいというふうにも言えるかもしれません。6日目は実にまた12本のバスに乗車します。その代わり愛知県内のバスの乗り継ぎはまあまあ順調で、連日のようなとこはありませんが、実に16時間の所要時間となりますので、その覚悟が必要な日と言えそうです。1本目のバスは1日2本しかありませんので、前日の徒歩でお疲れだと思いますけれども、朝寝坊は厳禁です。この先路線バスは最短距離である東海道本線や国道1号、名鉄東海道線沿いなんかをね通らず、山側を大きく回り込んでまたしても迂回することになります。このエリアも静岡県と同じく鉄道網が発達してるで、あとマイカーエリアですからね、やむを得ないかなと思います。豊田市まで来ればバス本数が増えて、ルート複数ということになってきます。乗り継ぎを繰り返すと、ついに名古屋一の繁華街栄に到着、その後はついに大ターミナル名古屋駅に到着します。深夜時間帯に入ろうかという時間ですが、さすが名古屋ですね。その先もう一本のバスに乗車して、愛知県から三重県の県境を越えます。尾張大橋から尾張大橋南詰めの間ですね。木曽山線木曽川を渡る途中となります。ちなみにこのルートの運行は1日このバス1本で、名古屋で遊びすぎないようにご注意を。桑名駅には23時17分到着、遅くまでお疲れ様でした。ですね、東海道本線は名古屋から先は岐阜から関ヶ原を越えますが、
東海道は桑名四日市から鈴鹿山脈を越えて京都に向かうということになっているんですね。バスの乗り継ぎはというと、JR 東海道線沿いは東北間が多く、乗り継ぎが難しいので、ここからは東海道沿いに進むことにします。三重県の県庁所在地、津島では、四日市、亀山などを経由します。細かめにバスを乗り継いでいく必要があります。津からはいよいよ西に向かい、関西方面を目指します。が、まあ、次の日を含めかなり迂回することになります。そして断ってくるのが遅くなりましたけど、まあ、本日の到着地ですね、市市病院バス停付近には宿泊施設は、ね、ないと思われます。まあ、幸い JR 名松線ですかねの家木駅がありますので、伊勢奥津方面、松阪方面に、まあ、移動するっていうことはまあ可能です。まあ、ちょっとただしね、時間はギリギリだと思いますので、まあ、その場合、あとはタクシーがあるのかないのか。生亀は市市病院付近に泊まっていないと思いますので、まあ、月水金のですね、8時20分までに市市病院バス停まで戻ってくることから8日目が始まると思います。そうなんですよね、1本目のバス停また曜日限定なんですよね。と言っても JR 名城線では間に合わないので、またタクシーしかないかもしれません。いきなり三重県、奈良県、三重県と3県をまたぐ区間があって、で元の県に戻るというね、珍しいルートになります。伊勢奥津駅前で降車した後は敷津バス停までは徒歩となります。 6.1km ですが、まあ、国道368号伊勢本海道ですかね。なので、まあ、過酷な道ではないかと思います。まだ三重県と奈良県の県境を越えます。1回目ですね、徒歩で越えるととです。次のバスでは唐戸山と上太郎の間でまた奈良県と三重県の県境を越えます。これで2回目です。でさらに上野市駅発のバスでは白河市から石内保育所前の間で三重県と奈良県の県境を越えます。これで3回目ラストですね。でその後は奈良県の県庁所在地奈良市の近鉄奈良駅に到着、さらに乗り継いで学研北井生駒駅で本日は終了となります。9日目が東海道線編の最終日ですね。奈良県から大阪府、兵庫県と西に進んでいきます。このダイヤでは引き続き日本縦断することを前提にしていきます。で、まあ、1本目のバスはね、早めになってます。2本目のバスの池谷と北谷公園の間で奈良県と大阪府の県境を越えます。
大阪府内は四条縄で出屋川市駅、大日駅などを経由して京阪本通りに到着。森口車庫前までは少し歩きます。その森口車庫前から大阪駅前の大阪シティバスの34系統はドル箱路線で、営業利益が年間3億円強と大阪シティバスの中でも群を抜いており、平日8時台の大阪駅行きは27本もあります。そのバスに乗るとついに大阪駅に到着。東京から名古屋、大阪、ね、三大都市を制覇しました。余韻に浸りたいところですが、目的地は神戸駅です。引き続きバスに乗車します。大阪駅前から県境を越えて天ヶ崎方面に向かうバスっていうのはね、廃止が相次いでいます。まあもう鉄道がね、便利すぎますからね、この辺りね。ということで、佃から阪神久伊勢は徒歩が必要です。そこで大阪府から兵庫県の県境を越えます。その後は阪急阪神 JR の駅でバスを乗り換えて、ついに神戸駅。東京から9日、日本縦断では25日目で神戸まで到着しました。路線バスで日本縦断、東海道線編のルートをいかがだったでしょうか。鉄道網や、ね、道路網が発達した東京、名古屋、大阪、神戸間でですね、案外路線バスを走っていて、工夫して迂回すれば横断可能なことがお分かりいただけたかと思います。まあ、観光する時間はね、なかなかないんですけれども、まあ、普段の旅行では通らないルートをね、多数走行すると思いますので、まあ、車窓を楽しみながら乗車していただければと思います。今後もゴールド沖縄に向けて動画の制作を行っていきますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンでお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた。